どうもこんにちは、マサンです。メジモ、はい、さっきの言い方で言ってみてよ、一回。はい、おはようございます。なんで言わへんねん、なんで言わへんねん、ほんま。おはようございます。もうええわ、行こう。とりあえず今回は、まあ前と同じパーティーで、銀の手形を前金使ったんでね、引こうとして前負けたから、しかも、はい、まあまあそうですね、落とすんが当たり前ですね、うん、もうめっちゃ嫌そうやん、言うやん、ね。もうこれも俺らの実力やわ。トリプルのやつですね、これ。トリプルやな、ね。もうちょっとで、まあ6000いくしな。6000いったらなんか、出るかもしれんから。頑張ろうぜ。あと500。ああ、500やったら今回で。まあいける可能性もあるからな。いけそうですね。全員倒したらな。きっちり下がる。3体倒せるか。最初誰や最初大事やからな、これ。おー、今日おー、トンマンやん。いや、こいつめっちゃ雑魚かったやろ。のぼせトンマンの豚や。どこでわかるんですか、そんな。え、そっち乗らへんかったん？なんか、ここに乗られて、のぼせトンマンが現れたみたいな。あ、じゃあ見てなかったんですかね。自分のせいやん、みたいなの。ほんま。め、頼めた、ほんま。あ、おにぎりあるわ。おにぎりし、おにぎりし。おにぎりし？おっしゃ！アイテムゲットしました。嘘。何？じゃあ秘密にしておきます。なんでやねん、ほんま。仲間やの言っとかの分からへんやん、もう連携も取れへんやんし。秘密兵器です。秘密兵器ね、ほんまに秘密兵器ぐらいで、なんかええもんなんやろな、それ。はい。スタミナのやつはどつきますからな、お前。スタミナのね、秘密兵器やってな。逃げ出したらどうするよ、お前。でもありえますよ。オッケー、行こう。もう行ったれ。こいつのパターンどんなやつ？これか。ああ、これちょ、あかん、やべ、やめて。あ、なるほど、あ、そうこいつのパターンあんま知らないけど、攻撃してきて2回攻撃してきた後に、あ、2回攻撃な、でかいやつで違いますね、邪魔やね、この見回りは、ね、で、この次が前方になんか火炎放射、違うな、あれ全然違うやん、あ、来た、火炎放射来たわ、火炎放射いっけ、オッケー、うん、やな、めっちゃ弱いやん、こいつのぼせとんまん、弱っ、あ、やべ、あぶねえし、死んじゃった。こんなやつ負けとったらあかんで。死にそうなったら最終兵器。おにぎり取ってもしかして。違います。おにぎりは僕使わない、それ今回。なんでやん。あったら使えよ、そこは、ほんま。なんの縛りやねん、ほんまに。さあ、回復。よし、回復や。それ。ええな、これ。うんちくまなんて言いやん、無言さこいつ、嘘やろ、絶対なんか言ったやろ、うんちくま無言で攻撃放つやつおらへんやん、どこにも普通無言ですわ絶対なんか言っとうかな、それ名人放たみたいな前のこのそれは無意識に言ってもらえないな、こっちもマジだ、そんなに放たんでも妖怪落ちんとかあんま言わへんな、あなた歌ってないですけどね、いやだいぶ歌っとうけどな、結構やっとうで、ほんま歌ってない、それこれと一緒やろ、無意識の感じやろ、よっしゃ100、さっきの100ポイントですか、さっきの100やな、今110を俺持っとうかな、メイドもできるだけ鬼玉集めてくれよ、めっちゃ集めてますよ、なんぼ7です、なんでやねん、ほんま7でめっちゃ嫌ぞ、おらへんね、多分もう野球の点数ぐらいじゃん、奈良でめっちゃいるの。うわ、来た、誰、あ、まだのぼせや。あいつやな、さっきの豚やな。出とったっすか、さっきの豚よ。さっきも出とったで。僕の出てないですね、ほら。嘘。出えへんのやな。はい。まあ、俺が教えたったんやから全然 OK じゃん。ありがとうございます。ありがとうございます。この角度見にくいな。これ潰しとこう、さっき。オッケーオッケー、もう分かったんだ、それ。誰に行こう、やめとけよ、ほんま絶対なんで当たりに行くやつ、俺危ない、かわし、あー弱かった、弱かった、1弱かった2次行け、あかんかん、オッケーオッケー、楽勝やん、俺それオッケー、後ろからドーン、え、もうこんな食らったんすか、ね、こいつだからめっちゃ弱いんやって、あかん、死ぬ危ない、こいつめっちゃ戦いやすいやつやな、やった、次あれやろ、前方攻撃やろ、ほら
やばい。見にくいな、ここ。いや、めっちゃ見にくいな。倒した。僕の一撃で。よっしゃあ。ってことは今210か。今210やな。よし、回復しとこう。最後はもうあの人やな、ね。最後は誰が出るかやな。まあ、銀やから、やっぱり。まあ、僕分かりますけどね。誰教えないですけど、なんで教えへんねん、ほんま。ネタバレダメなの。まだあれ、秘密兵器を使ってんの。はい、まだ置いてます。なんだよな、秘密兵器、ほんま。ロケットパンチぐらいじゃん、もしかして。名人のことは、ラスターズ史上最強って言われた。まあ、じゃあもうおにぎり蹴ってやろ。もうそれでもネタバレしてもどうかな。完全に分からないです。もう回復とか言ってもどうかに、もうおにぎりしかないしやん。分からないですよ。よし、これはもう多分楽勝でいったな。よっしゃ、もう最後へ出口付近で戦います。もうまあそれでもいいけど、とりあえず名人にほんまに心を開けてほしいのは、その油断だけは先取ってなって話だな。僕油断したことないっすよ。いや、油断しとるな、毎回毎回。もうだから言うたら、だからほんまに油断せずに行こうっていう考え方、はい、それはほんまにしっかり実践してほしいっていう俺の思い。了解です。それはもう何のゲームでもさ、油断したら負けるからな、はい、一番恥ずかしい負け方で油断して負けることが。油断したことないですよ。もう油断のオーラして漂ってへんけど、もう出口あるんで出ます。いや絶対出れないよ、ほんまに。それはもう油断以前の問題やからな。まだそれで油断して負けた方がマシしちゃうから、それやったら逃げ許されるぐらいやったら、ほんまに油断しよう。油断せずに行こうやから、ほんまに。よっしゃ、来る。あ、もう来る。誰、釣られたろ、丸。誰や。あの釣りしたおっさんやん。初見ですね、また。え、まだ初見なん。絶対やったことあるやろ。こいつ呼び寄せるから、ほっといてな、こいつ。来いよ、早く出口付近で。こいつ潰す。殺したもん。なんでやねん。なんで殺したんや、お前。もうそいつ呼び出してくれ。まさか一回の攻撃で死ぬとは思わなかったっす。こいつ邪魔やな。オッケーオッケー。ここだ、ここで。早く来いよ。おせえな。今来んか。釣られたろ、お前。あいつ遅そうやもんな。走ってきょうっすね。今はこいつに釣られて、あれやろ。どんどん走っていきょうやろ。あ、来たやん。今日今日今日。あれ、止まったで。え、なんで止まったあいつ。徐々になんか来てますね、でも。あいつ遅いな、来るの。止まりましたね。もう行こうか。あ、来た、なんか来た。殺した時に来たわ。もうええわ。もう行きますね。うわー、いいよ、あいつ。この声聞こえてへんの、名人に。はい。マジで。うわー、いいよ、ただやつ。名人も一回言ってみてよ。うわー。危なっ、危なっ。何ですか。いや、さっきなんかジミーにとって迷ったし。ああ危なかった。え、何この魚、めっちゃおれ。え、何これ、あれやねんこれ。魚虫じゃん。わかんないですけど、大量じゃ。この魚は何なん、ほんま。めっちゃ攻撃してきますわね。え、強ないこいつら。で、こいつノーマル攻撃しかしてこないんですもん。え、こいつ全然倒した方がいいやろ。え、もう時間ないやん。時間ねえ。マジでこれ。わかんない、俺無理やろ。待機や。もうこれ全員逃げるしかないわ。あいつ強いやん、普通に。てか、呼び寄せるのミスだな。はい。無理ないでしょ。もう出口来た。俺も帰るで。お先。はい。お疲れ様でーす。めっちゃ魚に追われてん。じゃあ、最後攻撃して。最後攻撃しただけで何も解決してへんけどな。ただ単に悪あがきしただけやけどな。何も終わってへんけどな。ええこと、ええふうに言いわけな、お前。終わりよければ全てよし。要素でいいわな、最近。終わりよければ全てよし。お、5740まで来た。あー、6000行きたかったですね、今回。いや、もう一回行くから、もう次リベンジするわ、俺。何が出ますかね。頼むわ、ほんま。黒来てほしいな。そろそろ黒一回は見たいわ。
銀、銀使ってないから。おお、黒や。僕の黒きますよ。来た。赤やな。え、座敷わらしん。こいつどうなんやろ。持ってへんかったんやけど。肩乗り小僧。座敷わらしん。座敷わらしん。こいつなんかこいつ、持っとんのなんか。持ってへんのかな、これ。持っとんやろ、どうせ。なんか見たことあるもん、俺。あ、持っとんよ、かやわ。誰やったん。肩乗り小僧でしたよ。全然赤いやつやん。それ、たぶん、白やろ、たぶん。青？赤でした。赤で？肩乗り小僧出たん。はい。めっちゃ悪いやん。え、赤った赤って、だって、まあまあええやつやから。肩乗り小僧って、たぶんもう、初期らへんのなんかめっちゃ雑魚やつやったようなイメージしかないけどな、俺。でも、運が。すごい引きやな。妖怪ウォッチに限ってよ。あかんすね、妖怪ウォッチは。はい。というわけでね、もう、6000近くまで来たんで、もう5700なんぼ。まあ、あと200ちょいで6000いくんで。で、今回は、のぼせとんま2体と、つられたローマルか。はい。つられたローマルに関してはもうその作戦ミスやな。まあ、余裕やったんですけど、ね。余裕やったけど、その出口でなんか待ちすぎて、全然あいつがこんくて。時間が。それだけが本当に問題でしたね。ただそれ以外は別に、多分余裕できたと思うんで。まあ、次回も、まあ、次回も銀が1個しかないから次どうや。次回はどうで、3体次は絶対撃破します。はいはい、というわけで絶対に、うん、絶対でほんま絶対油断せずに倒す、はい、やっちゃいましょう、うん、やってまいろう。はい、というわけで今回は、トリプルボス出し、終わりだと思います。ありがとうございました。よいしょ。